あともうちょっと、もうちょっとちょっとぐらいでお家を、昼過ぎにねお家を出ますので、その前にショールームをと思い、ショールームをやります。はい、今日は来てくれる人がどれぐらいいらっしゃるのだろうか知らんけど お待ちしております。イエーイさあね、どれぐらいいるんだろうね、それは私も知らない私も知らない。なんか何人かの人はあの話し会で行きますって言ってくださったりとかしたんですけど、それ以外の人は知らないかな。まあでもなんか店員は割れてなさそうだからとりあえず安心。割れてんのかな、なんか割れてはないと思うよってファンの人が言っててんけど、割れてんのかな割れてないのかな絶対なんか応募すれば当たりそう、2人やし、どうなんやろ。誰か答えられる人おらんのかな。おらんか。どうなんやろうね。それが外れた？お、外れたってことは定員埋まってるってこと？お、そういうことじゃね？割れてたら外れへんよな。百発百中やもんな。え、どうする？これで外れててさ、実は埋まってへんで、埋まってませんでしたとかやったら笑えるよな。笑けてまうねんけど。でもそうね、外れた人がおるってことは、とりあえず一応定員は埋まったってことやね。半分でもきっと半分半分だろうね、ファンの人の数も。すっかは分からんけどな。それかなんか猛烈に。イヌのファンの人全然来れんくて半分半分にしようと思ったら、ちょっとゆりなちゃんのファンの人少ないけど、しゃあないわ、ちょっとセリちゃんのファン多めでとかはまああるからね。果たしてどれぐらい来るのだろうか、どうなんだろうか。来てのお楽しみ、あーめこよ、来てのお楽しみやね。ドッキンドッキンしちゃうじゃないって言ったな。そうそうそう、怖いよ怖いよ、普通に怖いわな。普通にどうだろうって。ただな、平日やねん今。平日よな今、分からんけど平日やねん。ということはどういうことかっていうと、みんなお仕事中やねん。やなー、そうやねん。そう、何が問題かって、そういうことです。目がかゆい。最近また花粉がやばいんかね、超かゆいの、目とか鼻とか。なんか出てきたんかな、ちょっと分からんけど。そうなの、もうね、ほんとに。
花粉やばいよねやっぱり。だよね、なんか最近マジでさ、なんか目かゆいし鼻やばいしなと思ったらさ、なんかさ花粉がねなんかやばいよってねマミーに言われてさ、やっぱこんだけ鼻がかゆい目がかゆいのは花粉やったんかと思った。もうショック、もうやだ。昨日の配信全員ふわふわしてて面白かったでしたってありがとう、嬉しい。平日でもキャンマチ入れるの10人ぐらいまでだよ、だって。え、なんでそういう決まりなの。そういう決まりなの。あ、出て。決まりじゃない、決まり。30ぐらいまでチャンスあるよ、だって。それもどうなんて感じだけど、ね、もうパンパンだぜぐらいが一番いいやんな。パンパンだぜが一番いいやんな。VR は端末ゼロ。VR はな、キャンマツとかないからな。確かにな。少し余裕がある方が見やすい。まあそれは行動範囲がね仕切られてない方が楽やっちゃ楽やけど。いやでもやっぱやるからにはさ、埋まらへんかったってよりさ埋まった方がね、こっち側は嬉しいんか。そう。それだけ今来てるってことやない。あ、そういうことかな。そういうことか。それ嬉しいね。確かに。割れるのだけはマジできついわ、泣いちゃう。もう割れてますよって言われたら、もう言われへんけど、埋まってんのか割れてんのかはうちは知らんねんけど、そう、でもそうだった場合はもう泣いちゃうよ。まだ割れてないってことでよかった。今ってキャパ何本入ってんの。250200。今動員数結局どうなったん。205。あ、205なんや。そっか、もともと250入るんやっけ、あそこ。ね、じゃあでもじゃあちょっと余裕があるんや、もともと。そっかそっか、そうだよね。最善使ったら250なの。そんなに最善席っていっぱいあったっけ。そんなにないよね。じゃあ後ろの立ち見の人もソーシャルディスタンスやけんか、もっとキチキチなイメージやってんけど、まあ、こっちから見るからにキチキチに見えるんやけどさ本当はもっと昔はもっとキチキチぐらいだったんや。プッチプチみたいな。あ、そうなんや。なんかさ、こっちから見てるとさ、まあ、みんなも前で見たいからっていうのもあってさ、こうなってんのは分かるからパンパンに見えねんけど、もっと昔はパンパンやったんか。もう何年も前すぎてさ、うちもう記憶にないんよね。そう、懐かしい。立ち見と座りとだったらどっちがいいんやろ。まあでも座ってる方がさ楽っちゃ楽よね。立ち見2時間ってきついよな。足もげそうなるもんな。でもさ
あの座席、あの狭い座席に2時間なおらなあかんのもしんどいよな。なんかずっとあの狭いとこに座ってられなさそう。結構こうじゃない？もうピチッじゃん。あの席自体も体格が大きい人だったら結構きつそう。なんか うちぐらいの体格の人だったら普通にさ、まあこうやけどさ、もうちょっとさ男性の方ってでかいやん体が、とかなると結構ピチピチそうってなると、立ち見の方がいいんかな。ねえ、隣が女の子だからだったらめっちゃ余裕がありそうやね。でも立ち見の最善ってめちゃくちゃいい席やと思うねんな。めちゃくちゃレス送りやすいからさ、あそこだってパフォーマンスしてる側からすると、立ってさ目線の先が立ち見の人たちやねんな。立ち見の最善の人たちやからさ、めちゃくちゃなんやろうな、2時間経つのはしんどいかもしれへんけど、なんかレスしやすいっていうか、なんか視線がすごくあの行きやすいのはあそこやね。完全に全然最善なんかより見やすい。最善はさ公民とさ、特に競りが上がれるようになったからさ、公民と最善なんて見られへんしさ、なかなか下を向くことってあんまないやん。基本歌う時ってこう向いて歌ってるからさ、やったらなんか座ってる後方半分より後ろか、立ち見の最善が一番レスはもらいやすい席やと思う。まあファンの人によったらそんなんどうでもいいから最善で見たいっていう人もおるかもしらんけど、レスが視線がどうしても立って歌ってるっていうので行きやすいのは、そうね、座りの半分から後ろ、立ち見、うん、最善ぐらいが一番すごくあの視線の先って感じやな。ちょうどファンの人が普通に立ってって感じ、普通に立って歌っててみたいな。そう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 、うん、だから結構2時間きつくても、そういう面で立ち見の最善、立ち見の後方やったらきついねんけどさ、見えへんやん、なかなか。特に前が大きい人とかが来られるとさ、もう見えへんけどさ、なんか立ち見の最善はいいよね。そうや、ちな前髪切りすぎてん自分やばない、めっちゃ短い。だってさ今日さ全然前髪浮かしてないの。私普段結構前髪、あの汗かいても前髪が崩れないようにって結構浮かすんですけど、なんか今日前髪全然浮かしてないのに、この長さ見てちょうど綺麗に御眉やねん。これ髪の毛くくるとするやん、まあ、私がよくやるハーフアップなりポニーテールすると結構引っ張られるんです、地肌が。だからこうやって地肌がすごく上いく、見てやばくない、オンマユマジで恥ずかしい、切りすぎた、やっちまった。まあでも今日ぐらいやからな、仕事別にいいんやけど、どうせまたさ武道館まで1週間以上あるからさ伸びるし、そう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 、いいやって感じ。特になんかレッスンとかそういうのはあるけど、なんていうの、そのなんかさ表に出る仕事はもう武道館まで特にないから、そう1週間で結構やっぱ伸びるしよ、5ミリぐらいは伸びそう。そうなんか前髪ってねすごい伸びるの早いの、多分なんでかって言ったら、こう前髪をセットしたりとか引っ張ったりとかするわけ、こう引っ張ったりアイロン当てたりとかするから結構伸びるのがすごく早くて、なんか多分ねきっとね早く伸びる。この髪はあまり早くないけど、前髪はね伸びるの結構やっぱこうやって触るだけあって、いろいろと、特に私前髪をくくってたりとかすると余計にね引っ張られて伸びるの早くなるんですよ。だからそう武道館までには伸びそう、もう少し。ただちょっと今日はマジであのポニーテールはしないよ、だからオンマユになるから、ちょっとポニーテールハーフアップはしません、オンマユになっちゃうんで、マジでお前で。しかもさ踊ってるとさ湿気でどんどん上がってくるわけ、前髪がこうやって余計にオンザ眉毛みたいになっちゃうから、恥ずかしいから、ちょっと今日はポニーテールとハーフアップはしません。よし、じゃあ15分経った、じゃあ終了にしましょう。
よしランキング13位、どこ？マーニャンさん。12位、シュガーさんコンサート見に日本に、あ、来る？お、待ってる。11位ナッティさん、10位春太郎さん、9位まぼろしさん、8位ハギハギさん、7位ヒカリン 100X さん、6位ヤングさん、5位オカヤンさん、4位ジェリーさん、3位マクセイトさん、2位シンドさん、公演ファイトありがとう。そして今日の第1位はリュッケさんです。ありがとうございます。はい、というわけでですね、私ももう少ししたらね、あの劇場のあの2人公演が始まります。始まりますけどって、まあみんなが始まるのはもうめちゃくちゃ先やからあれやねんけど、まあ自分らリハとかするからちょっと早いんやけど、まあね、あの2人公演、あの今日来てくれる方はお待ちしてますし、あの来れない方はオンデマでね見ていただいて、はい、まああと VR も見ていただいてって感じで、はい、この後会える方はね、皆さんお待ちしておりますというわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイビー。